地図主会市は中華人民共和国関東省南部の地球市、マカオ特別行政区に隣接する経済特区である。住民は中国内陸各地から移住しているが、統計資料によると、湖南、湖北、四川の順で多い。大多数が移民人口。省都甲州の南西146キロ、玉江デルタ西岸に位置する。南でマカオと接し、 海岸線は690キロに及び146の島を含む。市内は行政的に高速、金湾区と文句に区分される。マカオ奥境のクヌギ川北近辺が一番の繁華街である。観光客も多い。考古学調査により、魔性石器やサイモン土器を使用した新石器文化が4000年から5000年前に主海に存在していたことが判明しており、 法王山無役周辺や玉井周辺を中心に遺跡が分布している。戦国時代は百越の居住地であり、中原支配に組み込まれたのは、全214の旗により南南地区に南海軍が設置されたことに始まる。しかし、真の滅亡と同時に、南南地区は再び中原支配を離れ南越国の勢力下に置かれるようになった。武帝により南越国が滅亡した後、 全館は、全111年に、バング県設置し、五館が滅亡すると、呉による支配が行われた。その後は、東信時代は、東館軍、南北朝時代には、東岸県、随代には、宝康県の管轄とされた。東大になると757年、東岸県は宝康県に改称され、主海地区には初めて、茅山鎮が設置された。 宋代の1152年、それまで、東岸県に属していた、高山祭を分割し、南海、深海、バング山県の海岸地区と統合し、香山県が設置され、甲州府に属すようになり、新末まで継続した。1911年、新外革命により、中華民国が成立する。1925年、孫文を検証し、香山県は、 中山県と解消された。中華人民共和国成立後も1953年、主会県と解消されたが、基本的な行政区分は継承されていた。その後は、商工業の発展に伴い人口が増大、1979年3月5日一挙に地球市に昇格した。1981年に、新鮮、諏訪アモイ市と共に、 経済特区に指定され、以後多額の外国投資を集めて目覚ましく発展した。マカオと隣接していることから、マカオ市本主体で開発が行われてきた。市人民政府は、高速に所在し、現任市長は、要液規制である。中国本土から特別経済区である市会への入居は厳しく規制されていたが2007年現在においては、 この第二国境は事実上廃止されている状況である。三四かつ区を管轄する。当市と同じく経済特区に指定された新鮮市と比較すると、人口規模は10分の1程度であるため商業、不動産業の発達は限定的であり、工場が密集するトンガン市と比較すると工業化も限定的であり、公衆市のような行政機能も存在していないなど、周辺の大都市と比較すると、 地方都市としての雰囲気を残す都市となっている。それでも最新の設備を揃えたキャノンのデジタルカメラ工場が立地し、一方で大規模チェーンスーパーマーケットマンケがある。かつてアロー戦争で破壊された北京の延命園を再現した延命深園というテーマパークが1999年に完成。清を題材とした映画などの収録に使われている。 主海近湾空港では、昨年11月に、航空博覧会、主海公展が開かれている。また、比較的豊かなカジノ街のマカを取隣接している、影響で一人当たりの GDP は67,591元で、中国では高所得である。一人当たり GDP を2015年までには、人口規模12万人で12万元にし、2020年までに、 人口規模28万人で20万元にすることを目指している。つまり、主会市は先進国並みの水準になることを目指している。主会市発展計画が承認、一人当たり GDP は20万元目指す。サーチな。 http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi, y=2009&, d=0916&, f= ビジネス 0916050, shtml2011 年2月9日閲覧。ありがとうございます。